千歳山からなこかの種まいたよ。こんにちは、今井美希です。30年前、太子ちゃんと一緒に出会った紅花、あの時美しい赤が丁寧に愛情いっぱい注がれて生まれることに私はとても感動したのでした。そしてあれから30年経ち、紅花と再会することになりました。はるか昔、長い旅をしてたどり着いた紅花のストーリー、ぜひご覧ください。